いやー、いいですな。では先に進みましょう。ここが有名なプラティニ広場ですかな。で、この右手がプラハ城になると思います。プラハ城に行く前にですね、ちょっと一休みしたいとのことで、この有名な世界一眺めがいいと言われているスターバックスに行ってみようと思います。テラス席空いてるけど、めちゃくちゃ暑いからな。みんなやっぱり店内席に行ってるのかな？ここですね。世界的に有名なスターバックスです。じゃあ行ってみましょう。おー。いい眺め。だけど暑い。この辺りがプラハオリジナルのマグカップとかタンブラーですかね。非常に非常に暑いので、まずはスタバでクールダウンします。でもこの席はちょっと暑いので日陰の席に逃げます。めちゃくちゃうまい。こんなに美味しいアイスコーヒー久しぶりに飲みました。ありがとうスターバックスさん。生き返りました。この左側がスターバックスの店舗なんですけど、その横にあるなんかちょっと奥まった隠れた日陰席みたいなところにいます。ここなかなかいいですよ。穴場かも。世界一美しい景色と呼ばれるスタバからの眺めです。本当に綺麗。スターバックスを出て、それではいよいよプラハ城に向かいたいと思います。楽しみ。この右手がプラハ城で、その正面にあるのがシュテルンベルク宮殿かなですね。で、今いるところがフラティニ広場です。フラティニ広場にあるこの方、TGM さん。チェコスロバキアの初代大統領でしたっけ？はじめまして。お世話になります。これがプラハ城の正門ですね。この巨人像がすごい立派です。入り口は多分ここじゃないんだって、多分ここ出口ですよね。あっちが入り口だと思います。それでは向かいましょう。プラハ城、結構広いですね。敷地に入るだけは無料で、いろいろ聖ビート大聖堂の中とか見ようとすると結構お金がかかる感じですね。それでは中に入りましょう。おー、こんな感じか。確か荷物検査があるって聞いたんですけど、今はやってないのかな。あそこから入ってきて、多分ここが第一の中庭で、次が第二の中庭ですね、おそらく。ここが第二の中庭ですね。結構広いですね、第二の中庭は。そして正面に聖ビート大聖堂が見えてきました。それでは先に進む前に、あそこで多分チケットが買えるのかな？ちょっと行ってみましょう。中を見るチケットはいくつか種類があるんですけど、一番基本のプラハ城基本ルートってやつを買おうかな。250チェココルナ。あと、建物内の撮影許可証、50チェココルナですね。250チェココルナの一般チケットと50チェココルナの撮影のチケットですね。を買いました。それではいよいよ向かいましょう。まずは聖ビート大聖堂かな、やっぱり。それでは第3の中庭に入ります。もう正面に見えてますね。うわ、聖ビート大聖堂です。聖ビート大聖堂、めちゃくちゃでかい。そしてめちゃめちゃすごい。
とりあえずですね、セービート大聖堂の中に入る前に全体像を見たいと思います。いやー、プラハ城の中でもやっぱりこの辺りが一番人いますね。大混雑。そして車入ってきていいんだ、ここ。関係者の人かな。セービート大聖堂です。大きいですね。ではですね、この日陰を歩いてちょっと一周してみましょうか。ちょっと修復中なのが、まあ残念といえば残念ですけど、これも世界遺産っぽくていいですね。この時計が本当に美しいですね。では向こう側に回ってみましょう。この至近距離からのセービート大聖堂も大変立派です。あの正面に見えてきたちょっと可愛らしい感じの建物が聖イジー教会かなですね。あそこはまた後で行きましょう。ではセービート大聖堂をぐるっと一周回って中に入りましょう。今セービート大聖堂を反時計回りで一周しています。ちょうどここは裏側になるのかな、あの全体像を撮ったところの。あら、セービート大聖堂の裏にこんなにレストランがあるんだ。すごいな。値段は若干観光地価格ですかね、やっぱり。あそこが最初に入ってきたところですね。で、ここが入り口になると思いますので、それでは中に入ってみましょう。いよいよセービート大聖堂に入場です。すげー、天井がすごく高いです。そして奥のステンドガラスが本当に美しいですね。正面はもちろん綺麗なんですけど、その左右のステンドグラスが本当に美しいです。すげーな。僕らはチケットを買ったので、そこの入り口からこの奥に進むことができます。ではせっかくなんでゆっくり見ていきましょう。もちろんステンドグラスは美しいんですけど、こういう感じもいいですよね。いやー、綺麗というか荘厳というか、ただただ美しいです。ここが中心なんですかね。正面はもちろんなんですけど、右側がこんな感じで、入ってきた入り口側がこんな感じで、さっき歩いてきた方向がこんな感じです。なんていうか、この日の光が差し込んだこの空間、なんかもうこの世のものじゃないみたいですね。なんか異世界に来ちゃった感じ。これは懺悔室とかですかね、昔の。ここがセービート大聖堂の一番奥ですかね。わあ、こんな感じなんですね。ここがおそらく一番奥になります。ではここから折り返して戻っていこうと思います。うわ、これすごい。これ銀かな。
これすごい綺麗。もうね、見どころが多すぎて、すごいゆっくり、時間かかっちゃいますね。いやー素晴らしい。ステンドグラスの美しさもいいんですけど、このね、紋章が書いてあるんですけど、これが結構ね、個人的に萌えポイントです。ここは多分中には入れないっぽいんですけど、なんか荘厳な雰囲気ですね。あそこに棺みたいなのがあるから、誰かのご遺体とかなんですかね、眠ってるんですかね。それでは聖ビート大聖堂を出ましょう。本当に良かった。ありがとうございました。ありがとうございました。またいつか来たいです。それではここから外に出ましょう。